다 푼다? 다 줘, 부다. 굿. 수고이. I feel great. My hero. This means so much more. Thank you so much. Thank you. Thank you, Tiger Mask. Thank you, Japan. Thank you, New Japan. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. So beautiful. Okay. I go. Holla at your boy, Kingston. Yes. 正直本当に今年のスーパージュニアはきつかったです。本当に今までとはちょっと全然違うというかね、本当にレベルもどんどん上がってるし、本当にやってる自分が言うんだから間違いないです。本当すごかった。だから僕はオスプレイの時も言ったんだけど、やはりもう僕ぐらいになったら相手の弱点をね狙っていかなければもう全然もうそんな余裕ないから俺は、まあでもこのシリーズ通してきて自分の中ではまだまだできるなっていうのを感じましたよね。その勝敗もちろん最初はねすごく調子良かった、途中からもう相手が止めてくるっていうのもあったけど、やはりこれはもう自分の実力のなさですよ、これはもう仕方ないといえば仕方ないけど、自分にもっと厳しくしなきゃいけないなっていうのを改めてこのシリーズでまた感じたし、まあオスプレイとの一戦もそうだったけど、まだまだ俺はできるなっていうのを本当にあそこで感じたっていうかね、まあ、あとは、前日の記者会見で言った通り、僕が新日本プロレスに来て、17年、やはりこの17年間連続でこのスーパージュニアに出場させていただいたっていうね、その会社の判断にものすごく感謝するし、多分本来であればもうダメなのかなっていうね部分もいろいろ考えたりしたんですけど、やはり出させていただいたっていうそのあれにはものすごい感謝するし、まあもちろん来年も出るっていう意欲もあるしね、だからあとはその自分のこの小さい体、17年、もうもちろんレスラーとしてもそうなんだけど、この新日本プロレスのやはり17年前からね比べてみんな体が大きい選手ばかりでした。そういうのを数えて17年間連続でこうやって健康というかね、あの出れたというその自分の体に感謝ですね、はい、こういう若い選手でやって俺はまだぶっ壊れないぞっていうね、そういうのもあるし、あとは本当にまあもちろんファンの方ですよね、僕が優勝するとかそういうのをもう多分ほとんどの方がそんなに思ってなかったと思うし、まあタイガーだったら1回勝てば大丈夫じゃないかとかね、1回勝つぐらいだろうっていうふうに思ってたと思うんですけど、やはりそういう部分では本当に一人でも応援してくれる方がいて、そういう方に本当に感謝だし、まあ期待をしてくれた方には本当に申し訳ないと思うんですけど、ファンの方に本当に感謝です。このシリーズかなりねいろんな各地ですごい後押ししてもらって、負けてもいい試合だったぞっていうふうにね言ってもらえるし、それはそれで本当にありがたいことです。まあ結果はこういう結果でしたけど、僕は常々言っている通りスーパージュニアっていうのは星何勝したから何敗したか関係ない、強いものが最後に立っている、それがスーパージュニアだと思ってるから、はい、まあ負けてすがすがしいわけじゃないけども、本当にこういう選手たちとみんなとできたっていう部分ではありがたいし、また来年も頑張るというね、そういう意欲が出てきました、はい、本当にファンの人に感謝します。ありがとうございました。